高橋徹は、広島県東広島市出身のレーシングドライバー。父親は、公務員でごく普通の家庭で育ったが、地元の街道レーサーだった5歳上の兄に連れられ、車を速く走らせる方法を仕込まれる。中学2年の時、野呂山スピードパークで初めてレースを見て、レーシングドライバーになる夢を抱く。広島県立広島工業高校科学科を1年。 留年した後2年生児で中退。板金工場で働いた資金と当時の愛車ハコスカ GTX を売却した費用に加え、なんとか説得した家族の援助で、河野池スピード製のフォーミュラマシン、KS-07 鈴木を購入。1979年、18歳で、KS-07 鈴木を買って、西日本サーキットのフロリダ500のシリーズ戦に参戦。 デビュー前の練習走行は2回しかできなかったが、予選5位、決勝4位と検討。鈴鹿に行って、自分を試してみたい。5年で、日本一になれなければレーサーは諦めて、広島に帰ると両親を説得。日本人ドライバーが、フォーミュラ1一に参戦することに、現実味が感じられなかった、時代ゆえ、当時の国内トップフォーミュラだった全日本 F に、選手権での優勝が、 具体的な目標になったと言われる。翌1980年30県鈴鹿市に転居。自動販売機のメンテナンス会社や自動車部品の販売会社に勤めながら、フロリダ550のシリーズにフル参戦。資金も時間もなく練習時間もほとんど取れない状態だったが、鈴鹿シルバーカップフロリダ550シリーズの年間チャンピオンになる。1981年には、 林レーシングにメンテナンスを依頼し、フロリダ550と並行して、FJ1600 の鈴鹿シリーズにも参戦。フロリダ550シリーズ3位、鈴鹿 FJ1600 シリーズ9位、西日本に FJ1600 シリーズ5位の戦績を残す。1982年、FJ1600 に乗る傍ら、全日本 F3 選手権にも林レーシングから、 マシンレンタルという形で参戦。チームメイトであった鈴木アグリを上回る成績を残す。同年12月には、イクザー・トール率いるレーシングチームアイアイの富士スピードウェイでの GC 車テストに参加、同じくテストに参加していた鈴木敏夫を上回るタイムを叩き出す。そのことがイクザーと懇意にしていたヒーローズ・レーシングのオーナー田中博士の耳にも届き、後に契約。 当初は、星野和義との二人体制で1983年シーズンを戦う予定だったが、星野はシーズンオフにヒーローズレーシングを電撃離脱し星野インパルの関連主会社として、レーシングマネジメント会社星野レーシングを設立。ナンバーワンドライバーを失ったヒーローズレーシングは、急遽高橋徹をエースドライバーとして擁立することとなった。 こうして類いまれなる才能と多くの支援者によって、下級カテゴリーをわずか3年半で通過、全日本のトップカテゴリー、フォーミュラ2に駆け上がった。しかし資金もなく、仕事に追われていたため、高橋の練習、経験不足は明らかで、危ないスピンを何回か繰り返していたと言われる。1983年、ヒーローズレーシングから F2 と GC の全シリーズに参戦することになった。 全日本 F2 選手権第一戦の予選前に行われた公開練習でナミいる競合を尻目に高橋が最速タイムを記録し関係者の度肝を抜く。さらに予選ではいきなり4位、本戦でも最終ラップヘアピンで星野をかわして中島悟に次ぐ2位につけ衝撃のデビューを飾る。国内トップフォーミュラにおける新人のデビュー戦。 最高成績を挙げ、一躍、トップドライバーの仲間入りをした。5月の全日本 F2 選手権、第4戦、鈴鹿 JPS トロフィーレースにおいては、予選で、当時の鈴鹿サーキットのコースレコード1分56秒46を叩き出し、ポールポジションをダッシュ。これほど早く頂点に上り詰めたドライバーは、日本のレース史上、過去にも現在にも存在しないと言われる。 ただし決勝は3位で悲願の優勝はならず、高橋自ら体力不足を敗因に挙げた。全8戦で行われる全日本 F には前半を終えランキング5位。新人としては決して悪くない位置だったが、デビュー戦で2位を取ったことで、周囲もファンも優勝を期待。高橋自身も1位しか価値がないと周囲に漏らしていたと言われる。また、富士での事故の直前には、 成績が伸び悩んでいた。そんな状況の中で迎えた10月23日の富士 GC シリーズ最終戦、富士マスターズ250キロレース、高橋のマシンは決勝レースでトップを走る星野を追走していた。だが、2周目の最終コーナー立ち上がりでスピンを起死した。車体はこの葉のように舞い上がり、車体上面から観客席フェンスに突き刺さるようにクラッシュ。 マシンやその破片の直撃を受けた観客一人が即死、一人重傷、二人が軽傷を負うという大事故となった。高橋は富士スピードウェイの医務室に運ばれたが死亡が確認された。まだ23歳と17日だった。高橋がトップカテゴリーで戦ったのはわずか8ヶ月だったが、この短い期間にレース関係者、ファンに強烈な印象を残した。 1960から1970年代に見られたドライバーと違い、高橋はどこにでもいる。普通の若者前としており、それでいて一気にトップカテゴリーに上り詰めたことから、新人類ドライバーなどと言われたこともある。同年齢のライバルだったアグリは、後年、トールが生きていたら、絶対に F1 に乗ったはずと、高橋の才能を高く評価している。 高橋が落名した事故では観客にも死傷者が出たため、検証には警察が介入することになった。さらに、高橋の遺族や関係者は死傷した観客側から提訴され、事故の責任を問われることになってしまった。高橋の事故はグラウンドエフェクトカーの特性に起因するという見方もされた。グラウンドエフェクトカーの危険性は以前から指摘されていたが、 高橋の事故が決定的な決め手になって GC におけるグラウンドエフェクトカーは禁止されることになった。また生前の高橋に対してはウィングカーの申し子という異名も存在した。グラウンドエフェクトカーは独特の操縦感覚が必要とされると言われるが、高橋はそれをベテラン勢以上にうまく乗りこなしていたからである。ありがとうございます。